こんにちは。4月18日木曜日、いばきら TV ステーションのお時間です。今日も県庁4階いばきら TV スタジオから生放送でお送りします。今日の担当は私、大沢幸子です。本日の天気は茨城県北部南部ともに曇り、日中の最高気温は水戸で20度、土浦で22度の予報です。ところで皆さん、県内全体の桜の開花の方は終わりに近づいているかと思いますが、那珂市にある静峰ふるさと公園では今週末の20日土曜日から、こちら那珂市の八重桜祭りが5月6日まで開催されます。そしてこちら園内にはですね、なんと約2100本の八重桜がこのように咲き誇りまして、現在品種によって五分咲きや、そして満開の桜もあるそうです。また4月29日の月曜日まではこちらのようにですね、こちらですね、夜のライトアップも行われまして、幻想的な夜桜などもお楽しみいただけます。さらに夢明かりによる灯籠のキャンドルを使用したライトアップも行います。こちらのようなハートのキャンドルもとっても可愛いですね。はい、ぜひ皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。そして明日のお昼のいばきら愛のコーナーでも那珂市商工観光課の方にゲスト出演していただく予定ですので、ぜひお楽しみにご覧ください。それでは今日のいばきら TV ステーションのメニューをご紹介いたします。まずはじめに茨城新聞ニュース、続いて朝刊ピックアップ、そしていばきらニュースプラスワン、さらにいばきら愛プレイバックのコーナーもあります。以上メニューをご紹介しました。でははじめにこのコーナーからスタートです。行ってみて、茨城新聞ニュースをお伝えします。坂東市のミュージアムパーク県自然博物館で企画展コケティッシュコケワールドミクロの森に魅せられてが開かれています。企画展ではあまり知られていないコケ植物にスポットを当て、コケティッシュ魅惑的なコケ植物の世界を紹介しています。ナビゲーター役としてアニメの3匹の妖精キャラクターが随所に登場しており、楽しみながらコケを理解してもらう展示にしました。コケは約4億6000万年前に初めて陸上に上がった植物の子孫と言われ、日本に1700種、世界に1万8000種あるとされています。会場には20種のコケを栽培した直径6メートルのコケ庭が設置され、成長過程を実際に観察することができるほか、50倍に拡大した模型や100点を超す実物標本を展示し、コケの奥深さを最大限に伝えています。また肉眼で分かりにくい部分については顕微鏡写真の映像で紹介しています。種類の多さにびっくりしました。こんなにね、多いとは思わなかったです。なんかうちに生えてるゼニゴケがちょっと気になってたんですけど、実はルーペなので覗いてみますと、コケは身近にも非常にたくさんの種が生育しています。この企画展ではあまり身近にあるけれども知られていないコケの不思議な世界を紹介したいと思っています。企画展の開催は6月16日までです。次のニュースです。那珂市との戸村観音文殊院で17日本尊の11面観音を開帳し、春恒例の大祭が行われました。鈴の音の合図とともに本堂で行われた大駒祈願会では、御栄華などの照明が響く中、住職が立ち上がる炎に駒札をかざし、参列者の家内安全や安産を祈願しました。
ごま祈願の後には参列者がごまの煙を体に浴びて健康を祈っていました。いろいろありますけど、息子が早くお嫁さんもらえればと思ったんで、震災総大長の助川義一さんは、墓地復旧もほぼ終えた、今後は近隣の8つの寺で PR している花の寺巡りの集中に努め、訪れる人を増やしたいと話していました。最後のニュースです。水戸市宮町の水戸東照宮で17日春の例大祭が行われました。この例大祭では祭神の徳川家康の徳をたたえ、加護を記念します。家康の命日にあたる4月17日に日光を除く全国の東照宮で一斉に実施されています。水戸東照宮は392年前に初代水戸藩主徳川頼房が日光の東照宮に習い、父家康の魂を祀ったのが起源とされています。この日は総大や県内神社の宮司らおよそ60人が出席し、国家の繁栄や五穀豊穣を記念しました。以上、茨城新聞ニュースのコーナーでした。続きまして、朝刊ピックアップのコーナーです。今日の注目記事はこちらです。国際的指揮者寄贈のバイオリン、音楽家志す若者に対応。水戸市五軒町1丁目の水戸芸術館は13日、ドイツ人指揮者のジュン・メルクルさんから昨年7月に寄贈されたバイオリン4丁を本県出身在住の音楽を学ぶ学生に貸与しました。貸与式が同日同館で開かれ、水戸室内管弦楽団 MCO の堀忠楽団長がオーディションで選ばれた4人にバイオリンを手渡しました。国際的指揮者のメルクルさんは MCO と共演を重ねており、東日本大震災からの復興に加え、若手演奏家の夢の実現に向け、私も力になりたいと楽器を寄贈しました。バイオリンは18世紀後期から20世紀初期にドイツなどで作られたもので、メルクルさんの亡き父が残したものでした。貸与されたのは県内在住の若者4人、4人には2年間バイオリンが貸与されます。貸与を受けた小林さんは、自分の楽器が欲しかったが高価なのでなかなか買ってと言い出せなかったと応募理由を話しました。貸与されたバイオリンを手に、将来は演奏家になりたいと笑顔で夢を語りました。堀さんは100年以上前にヨーロッパの職人が心を込めて作ったもの、自分の手足心のように大切に扱ってほしいと話しました。同館音楽部門の中村明芸術監督は、小沢政治館長もありがたいねと感謝していたと話したということです。続いての記事です。前市町村長が出馬を要請。知事選、橋本氏状況を勘案。9月に任期満了を迎える知事選で、県内すべての44市町村長が17日、県庁を訪れ、現在5期目の橋本勝知事に出馬要請しました。席上代表の豊田実北茨城市長が、早急に決断をと迫ったのに対し、橋本知事は、任期満了までまだ日はある。皆さんの気持ちを受け止め、状況を勘案して態度を決めたいと明言を避けました。次期知事選をめぐっては、これまで表だった動きはなく、2009年の前回対立候補を擁立した自民党県連が対応を模索する中、全市町村長が連携して現職支援を打ち出し、走り出した形ということです。以上、朝刊ピックアップのコーナーでした。続きまして、いわきらニュースプラスワンのコーナーです。
本日18日から水戸京成百貨店で開催される本田美奈子・辻幸子パステルの絵本ありがとう原画展のレポートをお伝えします。インタビューは石森アナウンサーです。どうぞご覧ください。本田美奈子・辻幸子パステルの絵本ありがとう原画展、こちらに来ています。実行委員会委員長の金沢大輔さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず、はい、今回のこの展覧会はどのような展覧会なんですか？はい、今回の展示会は、本田美奈子さんが生前いろんな歌を書いてらっしゃるんですけども、その歌に辻幸子さんがパステル画で絵をつけまして絵本を制作してるんですね、はい、その絵本の原画展を茨城で初めて飾るというふうな展示会が今回の展示会になります。今回、はい、50点近くの作品ということなんですけれども、はいはい、一番見ていただきたい作品ありますか？はい、私自身も今回見るのが初めての作品がありまして、はいはい、本当に数日前ですね、今月に上がっなってやっと書き終えた辻幸さんの新作がありまして、そちらの作品を今回はぜひ見ていただきたいなというふうに思います、はい、こちら の、 はい、希望というタイトルの絵なんですけども、はい、もともとは本田美奈子さんがいろいろ自然環境とかを心配されて書かれた詩がありまして、その歌の中にウミガメとかがビニールとかを食べてしまって今こう絶滅のこうやっぱり危惧になっているなんていうふうにどんどん激減しているなんていう話にを心配しているこう詩があるんですけども、それに対してこうゆきさんが書かれた絵になるんですけれども、まあ、希望というタイトルで今回の展示会のために書き上げた作品になります。この作品は彼女の生きるエネルギーとかなぜ今彼女がこういう展示会をやっているかとかそういうことが伝わってくるようなとてもこう強い力にあふれてまして、そうですね、はい、まさにこう希望というタイトル通りだと思うんですけども、はい、今までのゆきさんのタイプの作品とも比べてもちょっとやっぱり目を引くとても強い作品ですので、今回いらっしゃった方にはぜひ見ていただきたい作品だと思います。ゆきさん自身が今まで展示会をやってきたことなんかもその障害を持った方々がやっぱりこう好きなことをやって生きる道を見つけたい、好きな仕事を自分たちでこう仕事を見つけて好きな道を選ぶことができるようになりたいということを彼女が願っていまして、リブフォーライフ美奈子基金副理事長の高杉啓司さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本田がですね、はい、まあ、病院に入院中にこのリブフォーライフという言葉を作ったんですね。それは何かというと彼女はその生きるために生きる、これは彼女は亡くなると思ってませんから、はい、もう生還してとにかくその難病で苦しんでる人たちのために自分一生を捧げて要するにライフワークにしていきたいと、はい、音楽という力でですねライフワークをしたいということから始まったんですね、はい、で亡くなってしまった以上はまあ彼女の思いは残っているんですけど、はい、形にしていかなくちゃいけない、はい、でこの活動は何かというと、はい、やっぱり白血病難病で苦しんでる子どもたち人たちのために僕たちは何ができるのかなということでやっぱり音楽の力で通して音楽というものを通してそれから支援していこうと。でその支援は何かというと例えばその今回もこのありがとうっていう本ご本を、はい、辻ゆっこちゃんが書いていただいて、このゆっこちゃんが1年がかりで魂をつぎ込んで書いていた、本当にありがとうっていうタイトルにふさわしくとってもあったかく素敵なねご本ができてるんで、これはもう皆さんにぜひ見ていただきたいなと、子どもさんにぜひお母さんが読んでくださるっていうことがすごくいいかなと。この原画展は本日18日から23日火曜日まで水戸京成百貨店9階イベントホールにて開催されます。以上、いばきらニュースプラスワンのコーナーでした。続きまして、茨城マルシェおすすめコーナーです。田谷アナウンサーのレポートです。どうぞご覧ください。銀座茨城マルシェおすすめコーナーです。
銀座にあります茨城マルシェのおすすめの商品をご紹介いただきます。今日お話を伺いますのは茨城マルシェ観光広報責任者の杉山さんです。杉山さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。さて杉山さん、はい、今日のおすすめ商品はどちらになりますか？はい、こちらの有機つむぎでおなじみのこちらの有機市にございます、こちら老舗の醤油蔵のお醤油でございます。割烹醤油でございます。はい、ガラスの瓶に入っていて、はい、なんだかお酒みたいな高級な感じがしますね。そうですね、はい、こちらすごく高級なワンランク上のお酒、お醤油になっております。はい、なるほど。こちらのお醤油特徴を詳しく教えてください。はいはい、もう自然の作り方で作っておりますので、はい、味わいもそうですし、醤油の透明感もそうですし、香りもいいですし、かなりこれは高級な、はい、お醤油になっております。はい、味よし香りよし、はい、ワンランク上のお醤油、はい、ということなんですね。はい、こちらのお醤油のおすすめの使い方、はい、教えてください。はい、こちらは炊き物専用のお醤油になっておりますので、はい、炊き物中心煮物とか、まあ普通に家庭料理の肉じゃがとかでもすごく高級な味わいになりますし、はい、でこちらの大吟醸のというネーミングの醤油に関しましては、こちらお刺身のために、うん、考え尽くされた、はい、究極の刺身用醤油です。お刺身専用なんですね。はいはいはい、このお醤油どなたか料理人の方などは監修されたりしているんですか？はい、有名なバケトク山の野崎さん監修されていて、長年ご愛用いただいているので、はい、本当にスペシャルなお醤油だなという感じがしますね。はい、そうですね。はい、こちら今日入ったばかりということなんですけれども、こちら入荷したてで今日もまさに入荷ほやほやの商品ですね。はい、杉山さんはもう召し上がったんですか？はい、もちろんこちら、はい、私もちょっと日本料理料理の方そば打ちもやってましたし、本格的ですね。聞き酒も免許持ってましたので、はい、こちらは本当にまさにワンランク上のお醤油となっております。はい、その料理人の杉山さんもうなるぐらい美味しいお醤油、はい、ということなんですね。はい、ぜひ皆さんにも味わっていただきたいですね。はい、はい、ありがとうございます。銀座茨城マルシェおすすめのコーナー、今日はお醤油をご紹介しました。杉山さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、茨城マルシェおすすめコーナーでした。次は、いばきらアイプレイバックのコーナーです。今回のゲストは NPO 法人グランドワーク笠間の皆さんです。どうぞご覧ください。ゲストは NPO 法人グラウンドワーク笠間の皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお一人ずつ自己紹介をお願いいたします。はい、私はまだ頭が白くて黒くならないんですけども、花輪と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。井口と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そして私が大和田と申します。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いつもズボラなつぼらいです。よろしくお願いいたします。つぼらいさんです。菅谷と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はね、のぼりも持ってきていただいて5人のメンバーの方にお越しいただきました。早速なんですけれども、グラウンドワークっていうのはどういった意味があるんですか？そうですね、はい、先日亡くなられたんですけども、はい、イギリスのサッチャー政権の時にできた市民活動組織なんですね。はい、それでその後ブレアさんとかキャメロンさんということでずっと長く続いておるんですけども、はい、日本では静岡県のグランドワーク三島っていうのがトップの組織になっておりまして、私も実はそこで5日間ばかり研修を受けまして、はい、パートナー認定を受けてグランドワーク笠間というネーミングにいたしました。なるほど。はい、イギリスで発祥したものが、日本に伝わってきて、はい、で、花輪さんご自身は三島で研修をされて、そして実際にご自分のご地元である笠間でそういった活動をしようと思われたということですかね。はい、はい、具体的にですね、笠間ではどんな取り組みをされてるんですか？はい、私のグランドワーク笠間はちょっとあそこにポスターが今日持ってきたんですけども、はい、大きく3つの柱で事業展開をやっております。はい、まあ、1番目が社会貢献活動ということで、まあ、具体的に言いますと小学生の登下校の安全安心サポート、うん、それから震災なんかの後を受けまして
自主防災組織の結成っていうのがいろいろ叫ばれているわけでありますけども、その、まあ、サポート活動、はい、それからあと直近では笠間市の中に実は小学生の女の子のサッカーチームでプルチーノっていうチームがあります、はい、あのまあ、イタリア語でひよこっていうんですけども、はい、すごく強いチームなんですよね、はい、こことあの、まあ、老人と子どものコラボレーションなんですけども、はい、タイアップして一緒にやっていこうということで支援活動を行っております。それから2つ目がまあ農業の6次産業化ということで、はい、あのまあ、俗に言われております一次産業加工、あ、一次産業が生産ですね、はい、二次産業で加工をして三次産業で販売をするということで、笠間市内の耕作放棄地約2000坪なんですけども、はい、これを借りまして、まあ、栗とかヤーコンとかブルーベリーとか野菜類の栽培を行っております。それから3つ目が街中カフェということでありまして、笠間の民芸の里というエリアの中にお店を1店舗構えましてスタートを切りました。まあ、大きくこの3つの事業の柱になっております。なるほど、はい、最初にねお話のあったあの社会貢献の部分については小学生のサッカーチームを応援しているということですけれども、はい、そこから未来のなでしこが誕生するかもしれないですよ ね、はいはい、頑張ってほしいですよね、はい、そして、2つ目の、6次産業化っていうのもあまりこう耳慣れないね言葉かと思うんですけれども、これは、自分で作って一次的なもの、はい、そして加工する二次的なもの、そして三次的に販売までするということで、はい、1×2×3 が6になるということで、はい、6次産業ということでよろしいですか。よろしいです。なるほど、なるほどですね。はい、そこに、まあ、どれ一つ欠けてしまってもダメっていうことでしょうかね、まあ、はい。そして、3つ目が、街中カフェということでしたね。これはまあ後ほどゆっくり伺いたいと思うんですけれども、はい、さてあのこの NPO 法人なんですけれども、いつ設立されたんですか。約1年前なんですけども、はい、あの設立当初から一緒に関わってもらった大田さんからですね、はい、ちょっと説明してもらいます。はい、お願いします。24年の3月にですね、設立しまして、1年ちょっとなんですが、今約1年間の活動でやってます。なるほど。現在は何名ぐらい会員の皆さんいらっしゃるんですか。会員は、約80名です。そんなにたくさんいらっしゃるんですね。あの平均年齢などお聞きしてもよろしいですか。平均年齢は65、6歳だと思うんですが。65歳、はい、あ、なるほど。あの65歳ということなんですけれども、なぜあのこの高齢化に特化していらっしゃるんですかね。はい、これはですね、はい、あの今日本の社会全体が少子高齢化社会が進んでいるとよく言われてますけども、はいはい、あの我々高齢者シニア世代はですね、はい、若い方のまあ騎馬戦とか肩車の上に乗って支えられているわけですよね、うん、でもそれは非常に心苦しいもんで、うん、元気なうちは騎馬戦から降りて土の上に立って、うん、まあ、いい意味での汗をかきながら、うん、それが社会貢献につながれればなということで立ち上げたんですね。なるほど、はい。まあ、意味合い的にはあのシニアの皆さんが元気に自立して、はい、そして輝く街づくりをということなんだと思いますけど、はい、今のなんかの話を伺っているとこうイメージ的なものなんですけども、片手にスコップ持って、で片手にはもう缶ビール持って、はい、これでもう作業をしながらもうみんなで楽しく地域の再生していこうよなんていうね、はい、イメージが湧いてきたんですけども、そんな感じでよろしいんですかね。はい、そうですね、はい、我々も第一ステージが終わったもんですから、はい、第一ステージっていうのはいろいろ苦労もしましたし、はい、涙も流しましたよね、はい、ですから、まあ、セカンドステージはみんなで輝いて、うん、そんなにプレッシャー感じないでやっていきたいなと、でそういう意味も含めてメリハリをつけるということで、働くときは一生懸命スコップを持って働くと、で一方それ以外の時間帯では片手に缶ビールでエンジョイしようというような感じですね。はい、まあね、NPO 法人といいますとこう設立するのにいろんなご苦労があったかと思うんですけれども、はい、立ち上げに苦労されたこととかはありますか。そうですね、まあ、非営利集団なもんですから、はい、まあ、資金っていうのが結構大きな問題になるんですけども、はい、まあ、私の片腕なんですけども、副理事長の井口の方から、はい、井口さんの方からちょっと説明をしてもらうかなと思います。はい、ありがとうございます。まあ立ち上げ NPO 立ち上げ、その後、まあ、カフェの立ち上げが一番大きかったんですが、うんうん、まあ、我々のグループを継続していくためにも資金というのは、まあ、本当に大きな
柱の一つですよね、はい。我々の趣旨にこう賛同していただいた法人の方、それから法人何社かありますけど、それから個人会員、それからオーナー会員って、あの我々独自にこう考えた会員なんですけども、はい、まあ、5年間、まあ、1万円会費なんですが、まあ、あの毎年我々が作った手作りで作ったものをね、毎年お送りして、我々の成果がまだまだ続いてるよということを報告がてら、まあ、活動報告しながらね、応援していた方が法人会員です。まあ、その約80数名の方からいただいた、まあ、資金で今回も立ち上げております。それとですね、はい、あの 3.11 時期、茨城県も被災地ですよね、災害県ですよね。まあ、その中で、まあ、あの内閣府の、復興特別、まあ、あの助成金ですか、災害復興助成金、それから笠間市のまちづくり市民活動助成金という、うん、そういったものもいただきながら、皆さんの税金を使って今回のカフェを立ち上げたということでございます。まあ、あの地域の住民と、そして行政、そして企業が一体となって、こう地域を元気にしていこうということでね、今まだ手探りのところもあるかと思うんですけれども、実際にあの先ほど3本柱ご説明いただいたんですけれども、中でも特に笠間で頑張っている取り組みというので、先ほどあの街中カフェというねお話ございましたけれども、これはどんなお店なんですか？これはあの笠間の中心のところに、あの芸術の森公園っていうのがあるんですけども、はい、そこのちょうど道路を挟んだ反対側のところに、あの笠間民芸の里っていうエリアがあるんですよね、はい。ここはあの笠間焼であるとか、奥様の手芸品であるとか、はい、いろんな面白いものがたくさんあの並べてあって、はい、あの店舗がたくさんあるエリアなんですけども、はい、その中の一つを借りまして、はい、まあ、約25坪なんですけども、はい、あのグランパとグランマのお店っていうネーミングなんですよね、はい。で、まあ、キーワードはホッとする和みの会と、はい、まあ、そんなキーワードでやっていきたいなということで、今年3月27日にオープンいたしました。はい、こちらがねお店のお写真なんですけれども、はい、あ、ごめんなさい、ちょっと揺れてしまいました、はい、こちらですね。結構にぎにぎしく派手なお店に設計してもらったんですけども、木造でね、ちょっとあの温かみのある感じもしますし、まあ、皆さんの心の拠り所となるね場所なんではないかなと思いますけれども、はい、今年の3月27日ですか、ですね、はい、はい、オープンされたということで、はい。そして、こちらはカフェということでね、ちょっと店内のお写真も少しだけご紹介させていただきますね。まずこちらから、はい、こういったね先ほど作品なども飾られているというねお話ございましたけれども、店内もねあったかみのある雰囲気となっております。あの目玉のメニューというのはございますか？教えていただけますか？カフェの中でも、これはですね、はい、あのグランマの方の代表の津村さんからちょっと説明してもらおうかなと思います。はい、じゃあ津村さんお願いいたします。まずメニューですけれども、はい、野菜水筒がメインです、はいはい。こちらもねお写真をご用意させていただきました、はい、こちらです。それから笠間にちなんでお稲荷さんセットをやっております。はい、稲荷寿司セット、はい。次にあの野菜カレーセットになってます、すべて、はい、はい、野菜カレーのセット、あ、野菜がいっぱい入ってて美味しそうですね、うん。それとおにぎりセットです。はい、おにぎりセット、はい、おー、あのできるだけ地産地消っていうことで地元の野菜をふんだんに使って、はい、あのいろいろこう試行錯誤して今日に至ったんですけれども、はい、あの宮内庁厨房長の高橋常夫様 の、 あのアドバイスをいただきまして、はい、あの今の味に仕上げていったんです。それでです、あの野菜はねたくさん使って、それから野菜そのものの味は味わっていただきたくて、あの皆さんであの長年キャリアがありますものですから、はい、あのシフトしてね、で小鉢なんかも皆さんで工夫しながらやっております。でできればね、あの心と体に優しい味と、うん、あの和みを提供していきたいと思います。まさにねお袋の味といいますかね懐かしい味なんでしょうね。あのお値段も安くてね、格安でということなんですけど、どうしたらねこの格安でメニュー作れるんですかね、こんなにお安く。
できるだけ地元のものを使って、それからあのお稲荷さんなんかもあの個人で経営しているお豆腐屋さんと契約してね、はい、あの作って油揚げなんかも作っていただいてますし、はい、本当に皆さん の, あの力が必要なんですよ。なるほど、まあ、生産者の方がお野菜を作った方とかね、生産者の方が自らが全てを行うことによって付加価値もついて、そして自分たちの思いも伝えられるし、ある一つのこうブランドも作れるのかなといったところでしょうかね、はい、先ほどあの高橋恒夫さんにもアドバイスいただいたということですけれども、はい、こちらはあの高橋さんからいただいたアドバイスですね、はい、この方あの笠間のクラインガルテンに3年ぐらいおられた方なんですよね、はい、で、まあ、笠間ファンの方なんですけども、はい、言われたのはあんまり気をてらわないで、うん、自分たちの身の丈に合った料理がいいですよと、うん、あとはあのやっぱりメイドイン笠間にこだわって地産地消という2つのアドバイスいただきましたですね、はい、なるほど、地元で採れたものを地元で消費するということで、はいはい、ちょっとだけねなんかレベルアップするご指導をね、はい、いただけたんじゃないかなと思いますけれども、地産地消にこだわったメニューということで今日ご紹介いただきました、はい、さてこちらのカフェなんですけれども、あのいつ行っても大丈夫ですか？ですね、あの実は我々の NPO の中で役割分担というのをやってるんですね、はい、で、まあ、アグリ関係の事業部長であるとか、はい、店舗の方の事業部長であるとかというふうになってるんですけども、はい、店長であります菅井さんの方からちょっと説明してもらいますかね、はい、菅井さんお願いいたします、はい、それであの営業日はですね、はい、金土日の、はい、週3日間です、はい、営業時間については10時から16時というような営業時間に、営業時間になっておりますので、はい、ぜひ皆様方のご来店をお待ち申し上げております。よろしくお願いします、はい、当面は金曜日土曜日日曜日の10時から16時午後の4時までということですね、はい、ぜひ皆さんにお越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。最後にですね、これからの目標ありましたら教えてください。そうですね、まだあの組織ができて1年ちょっとなんですけども、はい、結構急成長っていうかいろんな事業をやってきたって感じがあるんですけども、はい、まあ、NPO で非営利ではあるんですけども、はい、大きな社会貢献したいもんですから、はい、大きな事業を展開をしてその結果として大きな社会貢献をしたいというのが、うん、これからの目標になるんですね、はい、でそのために、まあ、さっき三本柱のご説明をしましたけども、はい、その三本柱で、まあ、稼げるお金はある程度稼いで社会貢献に回せればなと、はい、まあ、メリハリをつけるという意味ではですね、とりあえず社会貢献に回すと同時に余力ができれば沖縄にできれば別荘ぐらい買っていいですね、みんなで楽しみに行ければなというのがありますね、はい、茨城空港からですね。次にもっと大きなことを言っちゃいますと、はい、実は我々の方の農業の指導をしていただいている方で、はい、JICA に登録してて、はい、ラオスに農業指導を行っている方がいるんですね、はい、青木彩希さんって方なんですけども、はい、でいろいろお話を聞くとラオスは結構貧しい国で、うん、学校なんか作るのも結構大変で、うん、で日本サイドで見た場合にはそんな大きな資金もいらないという話を聞いたもんで、はいはい、最終的にはラオスに学校を作るというようなところまでやれればすごいなというふうに思っております。はい、ぜひね、究極の目標ですけれども、ラオスに学校を建設目指して、はい、これからも皆さん元気に頑張っていただきたいと思います。グラウンドワーク笠間の活動にご賛同いただける法人会員、個人会員を募集しています。また街中カフェに賛同しご支援いただけるオーナー様も募集しています。皆さん一緒に夢を実現しましょうということで、詳しくはですね、 NPO 法人グラウンドワーク笠間、はい、今テロップ出てま ますこちらのホームページご覧ください。はい、本日のゲストは NPO 法人グラウンドワーク笠間の皆さんにお越しいただきました。花輪さん、井口さん、菅谷さん、坪来さん、そして大和田さん、今日はどうもありがとうございました。さて、夕方のいばきらあいのコーナーには、和風ユニット花風月の皆さんをゲストにお招きしてお話を伺います。コーナーの中ではミニライブも予定しています。ぜひお楽しみに。以上、いばきらあいのプレイバックのコーナーでした。こんにちは。2013年東京ディズニーリゾートアンバサダーの永井彩香です。本日は30周年を迎えた東京ディズニーリゾートから30年の感謝の気持ちを伝えるために、
本日茨城県を訪問させていただきました。30周年を迎えた東京ディズニーリゾートは、皆さんと一緒にハピネスを生み出し分かち合う特別な1年になります。東京ディズニーランドでは新しい昼のパレードハピネスイズヒアが登場し、来月5月7日にはスターツアーズザ・アドベンチャーズコンティニューが登場するなど、新しい魅力が次々に加わります。また東京ディズニーシーでは30周年のスペシャルコスチュームを身にまとったディズニーの仲間たちによる新しいグリーティングショーが始まります。ハピネスいっぱいのパークで茨城県の皆様にお会いできることを、ディズニーの仲間たちとともに楽しみにしています。史上最大のハピネスを、さあ一緒に。続きましてお知らせです。県陶芸美術館では4月20日から6月16日まで没後10年人間国宝松井康生展を開催します。昭和2年長野県に生まれた松井康生は30歳で茨城県笠間市にある絶光寺の住職になると同時に、中国や日本の古い時代の陶磁器の研究に取り組みました。その後、色の違う土と土を組み合わせて模様を作る練り上げの技法に絞って研究を重ね、多くの作品を作る中で松井康生ならではの技法で新しい表現を作り出しました。本展は2種類の土で線を表した線文様に代表される初期の作品に始まり、ろくろで内側から膨らませて表面にひびを誘う小裂から、鮮やかな色彩模様と固く磨いた石のような輝きを特徴とする晩年の張り子に至るまで、多彩な展開を示した松井康生の壮大な芸術世界を代表作約100点により紹介します。詳しくは県陶芸美術館、電話 0296-70-0011 までお問い合わせください。そしてもう一つお知らせです。なんと毎日新聞にいばきら TV が紹介されました。本日夜9時から始まる教育バラエティ菊池慎太郎について記事は書かれています。生放送番組いばきらナイト新感覚教育バラエティ番組菊池慎太郎は今夜9時からです。どうぞお見逃しなく。さて、生放送でお送りしてまいりましたいばきら TV ステーション、そろそろお別れのお時間です。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。さて、番組冒頭で今週土曜日から那珂市の静峰ふるさと公園で始まる八重桜祭りのご紹介をいたしましたが、皆さん那珂市のマスコットキャラクターは何だか知っていますか。こちらです。ひまわり大使の中丸ちゃんです。かわいいですよね。那珂市の花でありますひまわりの妖精ということです。いろいろなイベントにも参加して那珂市の魅力を PR しています。ぜひ皆さん、イベント会場などで見かけましたら一緒に記念写真など撮ってみてはいかがでしょうか。そしてなんと明日のいばきら愛のコーナーにも那珂市商工観光課の方と一緒にこちらのスタジオに遊びに来てくれるそうです。こちらもどうぞお楽しみに。さて、この後夕方のいばきら TV ステーションは午後4時55分から県庁4階のいばきら TV スタジオから生放送でお送りします。またオンデマンド番組もバラエティ豊かに配信中です。引き続きいばきら TV をキラキラっとお楽しみください。それでは素敵な午後をお送りください。